にちは。そう、こういったものを使います。これ何でしょう。そうです、怪しくないか調べてください。はい、まあ何も映ってない、はい、チェックです。はい、ともう一つここに短冊あります。でここの裏には5種類のマークが書かれています。じゃあお願いするんですけれども、1個目、2個目、3個目、4個目、5個目、どの、場所マークがいいですか。3個目、1、2、3、ここでいいですかね。はい、ここを切ります。はい、でこの切ったところのマークをちょっと自分だけで見て、こっそり見てください。わかりました。カメラを 見ましょうか。はい、はい、でそのマーク、あの簡単な図形なんでしっかり頭にイメージしてください。でこの部分を自分のおでこに当ててください。あ、人間の心って読むことができるんです。スマートフォンのカメラを立ち上げてください。そのためにこう頑張ってカメラを立ち上げて、はい、でより人のイメージを読み取りやすくするためにフラッシュをオンにしてください。でこの状態ちょっと写真撮ってください。ちょっと見せてみてください。星星マジか。はい、え、おお、え、すごい、なんで、え、これどうぞ見て、うん、ここですか、映らんのや。そうこれは頭の中が透けて見えるんです。マジか。